ナです。私は皆さんより一足先にブドウ狩りに行きました。なぜかというと、ブドウの精錬というお話を撮ったからです。撮影中はとても楽しくて、ブドウをいっぱいつまみ食いしたりして、ククリちゃんといっぱいおしゃべりしてとても楽しかったです。ぜひブドウ狩りの方にも行ってみてください。そして動画も見てください。次の曲はチェイシンザドリームです。聴いてください。